卓球のジュマティリーグ2024年8月25日代々木第二体育館パリゴリン女子卓球団体で銀メダルを獲得した張本美は16が25日放送のフジテレビスポルトのインタビューに答えパリゴリン後の束の間の休息中に起きた出来事について明かした写真あり早田ひなメガネ姿の上目遣いショット披露に反響アイドルかと思った 球の T リーグは7期目が東京、代々木第二体育館で開幕し、2期ぶり2度目の優勝を狙う神奈川は作久女王の日本生命と対戦。張本美和はダブルス、シングルスの2戦2勝と貫禄を示した。張本はパリの激闘を終え、帰国してからおよそ10日後の T リーグ出場。試合後、スポルトのインタビューで束の間の休息をどう過ごしたか問われると、あまり休めてなくて、 強いて言うならスマホの修理くらいと、休み中にスマホの修理をしたことを明かした。画面が開けられなくなっちゃって、もう人生終わったくらいの感じでと思わぬ、悲劇に絶望したといい、当日に予約もなしで行ったのに親切に対応していただいてに、3時間で修理していただいたのがすごくいいリフレッシュになりましたと、16歳らしい笑顔を見せた。